シャリタツ、フォルムによって種族値とかに差はないけど、実はフォルムによって鳴き声がちょっと違う。8月のお盆期間中にポケモンワールドチャンピオンシップスが開催されてました。日本開催ということで大きな盛り上がりを見せたイベントになっておりましたが、まあ、その中の一つに、会場限定のシャリタツが配信されるみたいなのがあったんですよ。会場の横浜まで行って、まあ、その付近でシリアルコードが書いてる紙を受け取って、それを入力することで、入手することができるということで、無事シャリタツ伸びた姿を回収することができたので、使ってみます。まあ、タスキも出せててね、とりあえず適当に使っても強いんで、まあ、初手投げしといて、相手雪の王のオーロラベールとか雪にしてフリーザで絶対レード連発してくるやつじゃん。のでそこに強そうなルカリオ、まあ、ラス1トリックルームからガチグマの可能性もあるんで、その対策として素早さがめっちゃ遅いボロバレルの3匹選出できやすよしよし。コメント、スカーレットバイオレットにもダウンロードコンテンツで、ローブシーン帰ってくるけどどうなるんだろうね。まあんま良くないっすね。バロリさんって嫌いなポケモンいるんですかって聞かれた時に大体答えてたのが、まあ、最近は言わないっすけどね、昔よく言ってたのがライコーとローブシーンだったんで、てかライコーも帰ってくるやん。でまあこれはタスキ行きの方っているのかな、これドラゴンテラスタル流星群でいけない。まあ、ちなみにね、シリアルコードの紙のシャリタツって見た目が違う雰囲気出してるけど、まあ、多分一緒っすね見た感じ。実は、まあ、特別な技をちょっと一つだけ覚えてるんですけど、説明するのもあれ。てかこいつ床に体埋まってるけど、シャリタツの伸びた姿のこの黄色って卵ネタっすよね。落とせるかな。いやシャリタツね、種族値的にはしょうもないんで、ドラゴンテラスタル流星群でも雪狼を倒せないっす。まあ、本当は、まあ、特攻はまあまああるんですよねみたいな話をしたかったんですが、でこれシャリダツ見てください。お祝いって技があって、でこれ強さを見るとこの WCS23 って書いてあるんですけど、あのお祝いは対戦で使っても意味がない、あのコイキングの跳ねるとかと一緒なんですが、まあ、配信されるポケモンがたまに限定で覚えてる。これ大事なんで何回も言いますけど、まあ、昔ね、実は Z 技ってシステムがあった時に、まあ、お祝いを使うと、Z 技でお祝いを使うと自分自身の能力を全部上げることができるみたいな、イカレー性能があって、まあ、Z お祝い月光画とかいうのが使われかけた時期もあったりなかったり、まあ、するんですが流星群全然効かんけど、食べ残しじゃないなら身代わりなさそうだからミラーコート打ちたいけど、まあ、ドラゴンタイプになってるんでね、シャリダツもともと水ドラゴンで、今ドラゴンタイプになってるんでラスターカノンが当倍だから、まあラスターカノン打ってくる可能性が高いけど、強気な人は普通にマグマストーム打ってきそう。流星2回打ってて特攻めっちゃ下がってるし交代してくるっしょみたいな、まあ、交代された時に一番負荷かけれるのがマグマストームって技だけど、マグマストーム外れる可能性チョイス、まあ、シャリタずっと地面に埋まってるんだけど OK、まあ、マグマストーム外れる可能性あるんでね、これミラコで倒せる。あらー、ちょっと耐久ありすぎましたね。まあ、シャリタツはミラーコードとカウンター覚えるんでね、気合のタスキ持たせてミラコカウンターしときゃまあいいよ。これ流星群で倒せるかな、あのヒードラン。え、弱っちょっとヒードランも倒せないし、雪狼も倒せない。ミラーコードもなんか中途半端にしか決まらない。でラスターガロンでシャリタツ落ちて、てか裏もろバレルとルカリオだから、なんか相手のラス1がクレセリーアとかだと結構きつい説あるけど、これクレセバック読むんだったら強気に剣の前打ちたいけど、まあクレセリアか、まあ雪をマックスで使えるフリーザーのどっちかだと思うんすよね。いやこれシャシャって剣の前って買うって、ヒードラにマグマストーム打たれた日には最悪だから普通に打つけど、これ雪のを切って展開してくるみたいな選択も全然あったから、まあ強気に剣の前打つのもありだったと。まあシャリタツはシングルではほとんど使われない、 OK 使われないんですけど、なんか特性が、まあ、読み水があったんですよ、特性の一つに。でもう一個は司令塔っていうダブルバトルでしか使われない、あの兵ラッシャーの中にまあ、シャリタツが入って合体するみたいな、まあ、知ってると思いますけどね皆さん、もちろん、まあ、システムがあって、まあ、その特性で使われることが多いんでシングルであんま使われないんですけど、あの呼び水があって、なんか今の環境だって呼び水なんか結構強そうじゃないですか。ウーラオスの水流連打を吸収したりしてね、いけそうなんで使おうかなと思ったんですけど、司令塔で配布されてたシャリタツの特性をなんか
まあ呼び水に変えるのもったいないってなと思って今司令と何の意味もない特性で使ってます。これ雪の方が地震を搭載してる可能性があるんで一旦戻られずに引く。地震があるかどうかを。あれ？これ釣られた？いやー釣られてるやん完全に。フリーザー合わせられたんだけどなぜか。まあ、フリーザーは僕以前動画にあプレッシャーかい。プレッシャーだけど、あプレッシャープレッシャーであれだよな。羽休めと絡めてこっちの PP からして絶対レード打ちに行ける戦術ができるから。フリーザーは氷タイプなんでね。まあ、天候が雪の時防御力が弱っ。まあそんなもんすよね火力。いやそうなんすよ。でこいつ絶対レードでしか相手のポケモン一撃で倒せないから。抜群ついたところで特攻取得値そんなないんだから。あこれリフスト打って脱出パック発動させつつルカリオにつないで釣り木の前とかを積んでいきますか。なんかダブルだとね、あれこれ外した？おい、ヘイラッシャーとシャリタツ合体するじゃないですか。あれなんか実はマルチバトルだと、合体したい、まあ、バグっていうか仕様があるらしいっすね。僕も先日知ったんですけど、なんかマルチバトルだと合体しないらしいよ、あれ。フリーザー寝てるけど、当ててくれる。ただ催眠ターンがね、てかオーローラベールもいい感じに、まあ、切れるんで、いけるけど、ちょっと催眠ターン一旦ちょっと無駄に、ここで消耗したらまずいな。氷タイプのポケモンなんでね、テラバーストとかをもし採用してた場合に、テラバースト炎とかの可能性すら全然あるから。で、これ剣の前打って、まあ、オーロラベールが、切れるんだけど、これ剣の前一回積んだ状態のルカリオでフリーザーに対して雪状態の防御 1.5 倍、なんか倒せなさそうなんだけど。あ、おーしお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 し、いや、ここ寝てるのはいい。ここ寝てるの、寝てるのはいい。で、雪止む。ちょ、強気に行くわ。雪止んでオーロラベールもないでしょ。一回これさすがに引いてくるよな。一回雪の方に引いてもう一回天候を雪にして、まあ、フリーザーの防御オッケー 1.5 倍にしてくると思うので、交代読みで当選。当選ってか、まあ、ちょっと危ない橋を渡りつつもう一回剣の前、まあ、なんで雷光とローブシンがねあんま好きじゃないかって話すると、まあ、僕がポケモン対戦をよくやるようになった時期が、まあ、ブラックホワイトとかね、ブラック2ホワイトが発売した時ぐらいなんだけど、まあその時なんか、ライコウが素早さ高いから、ライコウの光の壁とリフレクターを張ってから、まあ、後ろからローブシン投げて、ビグドアップして、ドレインパンチで一生回復し続けるみたいな、めっちゃ強い戦法があったんですよ。うん。それにボコボコにされまくって、イラついてたんで、昔からよく言ってて、その名残で今も、まあ嫌いなポケモン何って聞かれたら、そいつらって言ってるけど、まあ、ローブシンとかはね、フェアリータイプ出てきて弱くなったし、いやーこれゴーストテラスとかだとやばいけど、何テラスだろう。まあ、ライコーもなんか昔は早かったけど、当時は早かったけど、今ライコーで早いポケモンバンバン出ちゃったんだね。おー、氷氷。まあ、剣舞2回積んでるんで、まあ、等倍でもいけたと思うけどね。ほら等倍でも激振ってる。あ、てかこれあれか、テラスタルでタイプ変えると、あれなんだ。そもそも、雪の効果が消えて、防御 1.5 倍が消えるから。まあ、どっちにしろ相手、あれか、終わってたってことね。対戦ありがとうございました。まあ、シャリタツの流星群は、弱い。ちなみに僕はですね、とかじゃなくて、相手のパーティーが、まあ、ゴリランダーのグラスシールド展開して、軽技、オーニューラのグラスシールドで、まあ、オーニューラで防御力上げつつ、剣の舞積んで、軽技も使って素早さも上げて、全抜きしてくるみたいな。やつか、まあ、ドヒドイデの毒ビシとかもあるな。羽休め海流と組み合わせてね。まあ、ドヒドイデの毒ビシ鬱陶しいプラス、なんか、オーニューラに比較的強そうなんで、モロバレルは出しときたくて、まあ、初手、パオジから来られるとだるいから、モロバレルあんま初手投げたくないけど、パオジ以外だとバレルからいけるんだけどね。まあ、初手パオジだとめんどくさいんで、パオジに強そうな偉大な牙。で、パオジに強そうな偉大な牙って地面タイプなのに氷タイプに強いわけねえだろうがよって思ってる人いるかもしれないですけど、まあ、なんとかなるんで、俺を見ていてくれ。まあ、多分、ゴリランダ以外だったら、あ、これパオじゃないですか。ゴリランダ以外だったら偉大な牙でいけそうだったから、偉大な牙から入ったんですけど、偉大な牙テラスタルで体勢変えることでね、まあ、氷弱点消すことができるし、もともと防御所属値めっちゃ高いんで、まあ、しかも高速スピン今回搭載してるんで、まあ、タイマンからタスキパオジャンにも打ち勝てるだろうと。まあ、パオジャン側はパオジャンが有利だと思って、まあ、動かしてくると思うんですけどね。コメント。ハリストンの強制二択を誰もがわかると思うんじゃないぞ。いや、パリストンの強制二択俺通じなかったらもう辛いんだけど。パリストンの強制二択通じないことあんの？ハンターハンター呼んでください、皆さん。
アイススピナー。あ、つらら落としじゃないんだ。ここはなんかね、派閥分かれるけど、アイススピナーとつらら落とし。でもなんか、つらら落としのひるみが強すぎるから。まあ今は、つらら落とし安定みたいなとこあるけど、地震を使いインファイを打つか。まあインファでいいか。ゴーストテラストルパオジアンの可能性あるけど、まあ地震打たれたら、ぶちかましいとか地震打たれたらゴーストテラストルしたところでそのままぶち抜かれるから、まあ多分やってこないと思うんで、まあ地震だともしかしたら倒せないかもしれないんで、パオジアン意外と耐久あるから、インファイト打って、まあ、ちなみに僕は寿司だとね、まあ寿司は結構好きで、まあ、食べるんですけど、まあ縁側が一番好きですね。何でも食べるんですけど、まあ一番好きなの何って言われたら、まあ縁側かな。でこれ倒して、まあ裏がドヒド海流か、まあサーフ号の可能性もあるけど、これサーフ号じゃない？あ、ゴリランダーだった。全然違った。いやな、漢字、いや漢字の書き方めちゃくちゃめちゃくちゃサーフ号っぽいやん。金とか入ってるし、金、強いとかね。二大な牙取っとくかどうか、モロバレルに引いてもいいけど、まあ引くか。ゴリランダーは僕が知ってるやつだと比較的モロバレルに何もできない。まあ昔はね、まあ、ダイマックスがあった時はなんかたまに大ジャット打ってくるやつとかいたけど、まあ今は知ってる僕のゴリランダー。あ、猫、オッケー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 。猫で、で猫ってことは多分突撃直撃かなんか。猫トンボ、草技、はたきか、ケタグリのどっちかで、草タイプにキノコの報酬っても意味ないんだよな。無理やりはたいてくる。まあ、はたいてくるけど、これ、草があるうちに、オーニューラに効かないとまずいと思うんだけど。まあ、ヘッドバック全然効かない。多分突撃ショッキー。いや、世界大会ね、まあ、初の日本開催ということで、まあ、僕も初めて、なんかそう、世界大会、ポケモンの世界大会の様子、現地で見たんですけど、いやー、すごかったっすね。語彙力ないんで、すごかった以外の言葉が出てこないんですけど、いやー、すごかったっすね。なんか、なんだこれ。あ、おん、いや、てか、キノコの本誌でよかったなー。グラスシールドがあるうちに交代してくるの結構目に見えてるから、まあ、グラスシールドで防御上げてくる。まあ、見ての通りというか、皆さんご存知の通り、僕あんま体力ないんですけど、体力ないから、まあ、一日中動き続けることって、まあ、結構厳しいんですよ。でも、なんか、ポケモンの世界大会、開会式から、まあ、ずっといて、なんか朝の9時とかに会場行かないといけないから、だから6時とかに起きて、なんか一日中楽しんで、なんか気づいたら、帰宅がまあ夜の23時とかになって、まあ18時間ぐらい行動し続けてたわけなんですよね。なのに、一切疲れないぐらい、常にいろんなとこ見てワクワクしてたんで、いやーすごかったっすね。まあもうこの動画が上がってることの頃には、まあ多分終わっちゃってますけど。まあキノコの胞子で相手のオーニューラを眠らせて、ただグラスフィールドがあるのと相手防御力上げてるから、あ、オッケーオッケーオッケー、草消え去る。草消え去るならいけるか、地震で。ただテラスタルでタイプ、体勢変えてくる可能性もあるし、あーまあそうだよな、テラスタルで、いやここゴリランダーに引くぐらいだったら、もうオーニューラが起きる前提でテラスタルして体勢変えて、飛行っすか？あれ？いやなんか俺オーニューラのテラスタルタイプって水かゴーストって聞いたんすけど、え、飛行？え、てかこれ飛行まずない？いや起きないのはいいんだけど、まあ、地震すかされて、これ飛行だと何がまずいかっていうと、え、あれあるよな、アクロバット、アクロ目覚ました、アクロバットあるとこれもろ、あ、やばい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 、いやこれもろバレルもぶち抜かれる。え、てかシャリタツは、あ、てか次シャリタツでいいのか、タスキシャリタツ投げて、まあ相手からすればそうか、アクロバットオーニューラでモロバレルもまとめて見れるから安心しちゃってるね。まあ僕がよくやるね、一番上にルカリオを置いて、ルカリオが気合のタスキ、あ、やっぱそうだよな。まあルカリオが気合のタスキ詐欺してるから、シャリタツのタスキ呼ばれない人ってことでカウンター打つけど、ヘイダルコロ結構入る、あ、オッケー、こんくらい入ってた。あー、まあ毒もまあいいや。眠りとか麻痺より全然いい。全然いい。どんだけ毒らせてくれてもいい。このお寿司。で、カウンターで。まあ、シャリダツ、やっぱさっきのフィールドだと、半身床に埋まってたけど、ここだとちゃんと出てるから、やっぱさっきのステージが悪かったっぽいな。あ、そういえば世界大会限定の観戦フィールドがゲーム内にできたりしててね。まあ、すごかったっすね。まあこの動画が上がってる頃にはもう世界大会の配信とかも全部終わってね、まあ落ち着いてるとは思うんですが、来年の世界大会の会場とかも発表されてると思うんだけど、まあどこかな、
あ、シャリタツは落ちてもろて、あとキノコでゴリラ毒殺して、まあ、いけると思うけど、まあ、ゴリラはね、まあ、さっきも言ったけど、モロバレルに多分打点ないから出して、まあ、モロバレルもねダブルだと結構活躍してましたね。花粉団子とか怒りの粉とかキノコの風刺バシバシ打ちまくって、トンボ返り、また行きたいけど、ポケモンの世界大会現地で見てみたいか。まあ、いけるかな。来年は俺が生きてるうちにあと何回か行けたらいいな。まあ、世界大会がね、まあ、終わったかと思ったら、まあ、来月の9月13日にはダウンロードコンテンツが出たりしてね、まあ、意外とね、まあ、飽きさせないようなスケジュールでいろんな情報を出してくれるポケモンには感謝しかありませんが、視聴者の皆さんも引き続きよろしくお願いします。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、動画で使ってほしいポケモンとかコメントにしてくれてたら、次の動画でもしかしたら使うかもしれない。めちゃくちゃプレイヤーでしたり、最後におまけとしてお祝いの技エフェクトを載せておきます。